はい、ドラポンです。今回の動画は5月30日、おすすめ厳選空馬のご紹介、そして日本ダービーの本命発表動画となります。はい、まずはですね、おすすめ厳選空馬1投目からお知らせしていきたいと思います。はい、東京1レース3歳未勝利戦ダート1600メートル、こちらのレースから取り上げたいと思います。はい、おすすめ厳選空馬は大外の8枠16番のジェラスヒーローですね。はい。 チェラスヒーローね、まあ、4戦して2戦目からダート戦を使ったんですけども、まあ、前々走のね、まあ、去年の9月の時点で中山で3着と1分56秒にコンマ5秒差だったんですけども、まあ、これだけ走れればね、十分、あのー、このメンバーでもメンバーに入っても、まあ、構想できる競争能力はあるということがまあ示されています。で前走を久々使ってね、 中山で一番人気に押されたんですけども、まあ、15着に大敗してまた休みに入るんですけども、まあ、先行力はとりあえずあるということで今回もう一回休み明けでね立て直しを図ってきたと前走をまあ大敗してしまったんでねで8枠16番に入ってで減量騎士をもう一回起用してきたということで まあ前前走もね、菅原ジョッキーが乗って52キロの時に3着ということで、今回もね、53キロで出走できますので、で幸いにもね、東京、あ東京戦六ダートの,あの有利とされている外枠に入りましたし、まあ、立た直しがうまくいってればね、十分前前走だけ走れれば、あの馬券圏内に来れる力はありますのでね、それで、まあ、前走の大敗で一変、 まあ、久々ということもあって、人気が全くありませんから、単勝現在36.5倍と、生まれんなし合成オッズが14.9倍もついてますからね、ここまで人気が下がるならばですね、まあ、この馬から狙っていきたいかな、ということですよね。まあ、馬場差はあるかもしれませんけども、9月の時点で1分56秒台で走れればですね、まあ、当然まあ成長していきますから、まあ、約、うん、8ヶ月ぐらいですか、経ってますからね。 8 9、9ヶ月経ってますから、そこから考えても十分ね、あのー、ま、バーケン圏内に来れる能力はあるということで、で、人気がないということで、ここから狙っていくのは期待値は十分あると、期待値はあるというふうに判断いたしました。はい、ということで、東京1レースの8枠16番のジラスヒーローがおすすめ厳選軸馬1投目となります。はい、続きましてが、 はい、中京の3レースですね。はい、中京の3レース3歳未勝利戦のダーツ1200メートル。こちらから選べていきたいと思います。はい、おすすめ厳選軸馬は714番の金馬ですね。はい、まあ、全然そうね、2番人気、えー、1000メートル戦からの距離延長の阪神のーダーツ1200メートルに逃げて2着と、コンマなしと。 で、そこからね、中一周で新潟に行ったんですけど、これはもう完全に反動ですね。激走の後の反動ということで、まあ逃げれなかったということもあるんですけども、まあ大敗と。で、ここでまた人気がちょっと落ちるんですけどもね、ここで一回また間隔ね、しっかり開けて、1ヶ月以上開けてねうん、また調整されて、で、今回のメンバー構成に入っても、あの、点のね、タイム的には、 34秒0ということで、点指数も1位ですから、まあ、今回はね、スムーズに外枠から先行していければですね、十分前々走と、前々走で見せたような、ね、走りがあの見せてくれると思いますので、ここを狙っていきたいと。それでいて、生まれそうな足合成をつ、現在5.1倍ですから、こんだけつけばもう十分ですね、期待値はあります。 はい。ということで、7枠14番の金馬がおすすめ厳選軸馬2投目ということになります。はい。続きましてが、中京の5レースですね。一勝クラス。ダート1400メートル戦ということで、おすすめ厳選軸馬3投目は、1枠1番の当選がなんですね。まあ前走ね、タイム差なしだったんですけども、まあ短縮でね、1400メートル戦不良馬場だったんですけども、1歩23秒9度。 まあ3着から4着までで5馬身離しているということでね、上位陣が3頭がね、かなりいい内容だったということで、タイム差なしだったんですけども、前走非常にいい勝ちっぷりでした。また今回、同じ中京専用でね、中京の1400メートルが非常にマッチしているということが前走で証明されましたので、1勝クラス格上げ初戦ですけどもね、今回もメンバー的に。 入っても、点数でも34秒3と、おそらく先行し、1枠1番に入ったんで、もう何が何でも先行していくと思いますので、今回も先行して、そのままね、なだれ込みが期待できるかな、ということですよね。メンバーレベルもそこまで、高くないということなので、十分、格上げ初戦で前走だけ走れればね、またまた連続構想可能かな、というふうに私は考えております。 それでいて生まれそうな歌し合性を打つ現在6.3倍と、これはもう期待値十分ありますからね。はい。この当選穴が3投目となります。はい。以上、おすすめ厳選3投はこんな感じになりました。はい。続きまして、ダービーの本命発表ということでね。はい。まあ、今回、F、エフフォーリアが一番人気ですけども、まあ、いろいろね、考え方はあると思います、F。エフフォーリア、まあ、無敗でね、 えー、東京の方があが、のーうん、競馬がしやすいという、まあ、馬柱を見てもね、百日走と共同通信杯と、で前走の皐月賞も、まあ、ちぎって勝っているということで、エフフォーリアでいいんじゃないかという考え方もあるんですけども、ん私はエフフォーリア、別に悪くはないんですけども、あえて本命にはできなかったかなということですよね、もうワンパンチ、皐月賞のレベル自体がまずそこまで高くないということと、 うーん。まあ、共同通信のレベルもね、まあ、低くはなかったんですけども、まだ他にいるんじゃないかなと考えました。でですね、同じ東京得意ならばですね、セントポリア賞のレベルも非常に高かったということで、私は7枠13番のグレートマジシャンが本命ですね、グレートマジシャン。はい。 まあ前走の毎日杯もね、まあ、高速馬場だったんですけども、非常に内容の濃い一戦ということでね、そこから感覚がかけたのもいいと思います。やっぱりタイムがすごい早かったのでね、この3歳の3月の時点での若子まで43秒9という1800メートル、激走した後だったのでね、そこであえてサツキ賞をパスしたのも非常にいいですし、セントポーリア賞の内容も、共同通信杯に迫る内容だったんでね。 しっかり上がりも、うん、使えるタイプの馬ということで、私は距離伸びても大丈夫だというふうな判断しました。まあ、シャフリー,アールとの比較なんですけども、シャフリー,アールはやっぱ共同通信でね、3着だったということで、まあ、エフォーリアに大敗、大敗っていうかまあ、勝負付けが済んでるんですよね。まあ、その馬とじゃ同タイムじゃないかと、同タイムでしかも負けてるじゃないかという考え方もあるんですけども、東京ならばね、 私は逆転できるかなというふうな考え方をしております。で、里のレイナスもね、強かったんですけども、私はオークスに出てれば、里のレイナス、多分勝ち負けだったと思うんですけども、さすがにボバに入ると、若干、まあ、きついんじゃないかなと。うん、あとは、桜花賞の内容がね、非常に強すぎたということで、うん、距離伸びて、果たして同じ末足が使えるのかなと。 うん、やっぱ戦力がねいいっていう感じの走りを見せたので、まあ、決闘からは別に距離伸びてもね当然問題ないんですけども、うん、でもあれですよね桜花賞のあれの競馬からの 2400m のボバ混合戦ボバ混合戦っていうかまあ ボバイも混じったねレースになるとさすがに前走からの,あの競馬の仕方からだとやっぱり不利かなと、オークスだったらね、うん、問題なかったと思うんですよね、前走の、あ前回の、先週のオークスの走破タイムを見てもそんなにレベル高くなかったんでね。 オークスだったらおそらく勝ち負けだったと思うんですけども、オーバーだとさすがにそこまで甘くないかなと。それでいて2番人気だとさすがに期待値は私は低いと思います。逆にグレートマジシャンはね、東京でパフォーマンスを、おそらく前奏のパフォーマンスをさらに引き上げる可能性は十分ありますから、セントポリアの内容を見てもね。うん。シャフリヤールは、 やっぱり毎日入り先行したというのがね、どうかなと、うん。同じ同タイムでもグレートマジシャンの方がコンマ1ながらもですね、上がりが早かったということで、内容的に私はグレートマジシャンを評価したいかなということですね。あと他にはちょっと、ダービーを勝ち切る能力のある馬というのはちょっといないんですよね。うん、当然タイトルホルダーとかも前走は展開に恵まれた2着ですし、 青、まあ、場所を買ったワンダフルタウンも、本当うまく乗って勝ったかなという印象ですしね。はい。ということでですね、まあ、グレートマジシャンがもしダメだった場合は、イフォーリアが繰り上がるかなというぐらいでですね、そこまで私は、ーうーん、大荒れはないんじゃないのかなというふうに思っております。はい。 ある程度上位で決まるんじゃないかなと、うん。レベルはそんなに高いダービーではないと思いますね。はい、ということでグレートマジシャン本命ということになります。はい、ということで今回の動画は5月30日おすすめ厳選軸馬のご紹介と日本ダービーの本命発表動画でした。以上です。